ちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。本日はですね、僕の手癖フレーズでもある、リニアドラミングについて、レッスン動画を配信したいと思います。リニアドラミングっていうのが一体何かというとですね、例えばこの8ビートやったら右手と足が一緒に入る時があったりとか、右手と左手が一緒に入る状況があったりとかしますよね。でリニアドラミングっていうのがそれに対して、重なるところがないように叩く。感じでこの点と点をつなぐように、まあ1打ずつ叩いたものをつなげて、まあ、1つのリズムパターンにしたりとかフィルにしたりとかっていうようなドラミングのことをリニアドラミングって言ったりするんですけど、まあ、本日はそれの僕の手癖パターンっていうのをご紹介させていただきたいと思います。この動画を見て僕の、まあ、インスタとかツイッターとかなんか僕のドラムを叩いてる動画を見たら、あ、これ絶対このパターンやって、すぐわかると思いますね。手順としてはこんな感じです。この右手の部分っていうのをハイハットに置き換えるとリズムパターンになりますかね。こう、これのコツとしてなんですけど、まあ、このリニアリズムを始めるときに、なんかね、こう全部アクセントしちゃいたくなるんですけど、こう。全部が同じアクセントになると、リズムパターンっぽくならないので、バックビートをしっかりと意識するっていうことが大切になってきますかね。だから、ドッタチ、ドッタドッツタ、ドッタツ、ドッタドッツタ、ドッタツ、ドッタドッツタ、ドッタツ、ドッタドッツタっていう、ここのスネアを強調することによって、ちゃんとね、こうリズムパターンとして聞かせられる。こういったリニアリズムを、まあ、曲に使う使わない別として、このリズムってやってみたらわかるんですけど、初めての時ってめっちゃつられるんですね。めっちゃつられるので、まあ、この右手と、まあ、左手もしくは足との、まあ、こう分離をするというね、こう練習の目的として、この リニアリズムをやっていくっていうのも、まあ、すごくね、いい練習になると思うので、まあ、手足が分離できたら、まあ、フレーズの引き出しも増えてくるし、まあ、スピードも上がりやすくなってくるし、まあ、力も抜けてくると思うので、まあ、練習の一環としてこのリニアリズムを、まあ、ぜひね、練習してもらえたらなと思います。で、さらに、分離の練習としては、今のこの右手を1打ずつ移動させてみます。ハイハット。そして、ハイタム。で、ロータム。フロア。っていう感じで、1打ずつ。しておくと、まあ、フィルとしても使えたりとかもするし、まあこうね、右手が結構楽に動くようになってくると思うので、そんな感じで練習をしてみてください。さらに左手を移動させてみようかなと思うんですけど、右手をライドシンバルに置き換えてもらって、まあ、バックビート以外はハイタムに行くという感じでやってみましょう。ちょっとゆっくりやってみると、まあ、さらに、まあ、僕がよく使ってるフィルっていうのを、ちょっと二つぐらい紹介させてもらおうかなと思うんですけど、まず一つ、まあ、ちょっとさりげないフィルとして、なんかこういう感じ。
こんな感じのビルとか、あともう一つちょっとね、これ、うまい人風フレーズでよくやると思うんですけど、左でハイハット叩いて、縦横無尽にいけるようにしておくと、まあ、分離の練習になるのかなと。適当にね、こう移動できるようになると、まあ、右手と左手、足がしっかりと分離されるので、そんな感じでぜひ試してみてもらいたいなと思います。最後ね、ちょっと大事なことをお伝えさせていただこうとすると、まあ、このリニアリズム、かっこいいフレーズなので、まあ、実際に曲に使ったりとかっていうことを考えてる人もいると思うんですけど、これね、大事なことを一つちょっとお伝えさせていただくとしたら、インスタ映えするパターンと曲が映えるパターンっていうのは、全く別物なんですね。このリニアリズムっていうのは、僕がドラムの音だけで考えたドラムのパターンなんですよね。だから、僕インスタとか、まあ、ツイッターとか、ドラム単体で叩くときに、このパターンを使って投稿することが多かったりするんですね。で、なんでかっていうと、インスタ映えしやすいからです。こういうパターンって。で、いいねがつきやすいんで、こういうパターンっていうのをやったりとかするんですけど、実際に僕ドラムのサポートとかで曲のドラムをつけたりするっていうときに、このリニアドラミングをあんまり使うことっていうのは実はないんですね。で、なんでかというと、曲が映えるパターンと、インスタ映えするパターンって別物なので、ドラムの音だけで考えられたドラムのパターンを、いざ曲に使うと、そのドラムのパターンだけ極端に浮いてしまったりとか、まあ、歌の邪魔になったりとかっていうことが、まあ、可能性としては十分にあるので、ドラムのパターンを考えるときは、曲をまずしっかりと聴いて、で、曲と自分のドラムがこう混ざってる、こう、ちょうどね、こう調和し合ってるところっていうのをできるだけイメージして、フレーズを作っていくっていうことが大事だと思うので、だから例えば、タカトン、とか、タントン、タカトンにしてもそうなんですけど、曲によってその、タントン、タカトンをどういう風に聴かせるかっていうのは、まあ、変わってくるんですよね。こういう。これも例えば、ね、激しい曲とかやったら、みたいな使い方をするかなと思うんですけど、まあ、例えば静かな曲とかやったら、もう全然違うアプローチにはなったりとかするので、曲のフレーズを考えたりとか、まあ、曲のフレーズを叩くときは、できるだけその曲のメロディーとか、曲の意図に沿ったフレーズっていうのを構築していけた方が、まあ、いいドラミング叩けるんじゃないかなと思います。こういうなんかちょっと派手なフレーズ、ドラムの音だけで考えられたドラムのフレーズっていうのは、曲に使うときはちょっとね、要注意なので、フレーズとしてかっこいいやつが、曲に当てはまると、すごくね、こう邪魔になったりとか、かっこ悪くなってしまう可能性があるので、まあ、その辺はちょっとね、配慮してというか、考えて使っていけるといいんじゃないかと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。